こんにちは、親父の家のジジイです。神奈川県横須賀市にある観音崎自然博物館にやってきました。入るとすぐに亀が出迎えてくれました。三浦半島の東京湾水域の歴史、自然を紹介している博物館です。古代からの歴史、当時の三浦半島の様子を再現している展示物です。これはペリーがやってきた時に乗っていたサスケ花号です。中庭もかなり広く、遠くに房総半島が霞んで見えます。ナマコなど手で触れるコーナーもあります。珍しい魚ではなく、東京湾に今も生息する身近な魚たちが泳いでいます。どうやら東京湾にはカブトガニもいるようです。カニの種類もこんなにあります。エビやシャコです。オニイトマキエイ、相模湾で獲れた初の標本です。大きなものは広げると7メートルにもなるそうです。ゴジラのフィギュアがたくさん並んでいます。この博物館のある多々良浜にゴジラが最初に上陸しました。昭和29年の映画です。私が小学2年生の頃の遠足、この博物館の下にある砂浜でした。そこにはゴジラの滑り台がありました。この浜がゴジラが日本に初めて上陸した場所です。特別すごいものはありませんが、身近な三浦半島を感じさせてくれる博物館です。